はい、どうも、さんまゲームズのさんまです。魔女の家、エクストラ実況、おそらく最終回、まあ、どしどしやっていこうと思います。前回がね、もうあと、今、ぬいぐるみもフュージョンしてあるんでね、あとは、エレンの姿した、ビオラちゃんのとこ行って、逃げて終わりですね。よし、ちょっと、行きましょう。降りる。本当に？はい。私の部屋までおいで。まあ、ここら辺はもう、ここからとは一緒じゃないですかね。おお、相変わらず猫は死んでいる。これちゃんとなんか踏んだ時の音するのかね。裏を切る。血まみれのベッドがある。椅子が倒れている。おお、え、読まないんだ、閉じた。まあいいや。ガッツァーガッツだぜって言ってるのかな。どこだ。まあいいや、ここだな。よいしょ。おう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 。何今の、何で遅くなった。ああ、この地か。ほほわあ。よいしょと、よいしょと、ああ、よいしょ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 。ほっ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 。おお、ダメだー。よいしょと、よいしょよいしょよいしょ。ああ、ダメだー。あれだね、日暮らしのリカちゃんもちょっと似てる。すぐ目の前に来るから、ちょっとダメだった。よいしょ。すげえ、この、ノロノロになる血が出るだけでこんなに難易度変わるんか。しゃあ、行った。はあ、ちょっと行きましょうかね。はいはい。広、多分一緒でしょうね。うん、一緒ですね。なるほどね、繋がってたんですね。よいしょっと。ふぅ。ふぅ、ちょっとここまで来ました、やっと。はい、ちょっと。ビオラ？ビオラなんだ？な？なんだ、なんだな？なんか変なこと言う。
ああ、よし、オッケーっすね。なんか変わるのかな？日記が全然違ったけど。なんだ？ギガガガギゴ。下がれ、ビオラ。オーバーキルだな、相変わらず。2発もいらんかったと毎回思うぞ。消えた。足音が聞こえるぞ、なんか。はい、ということで、魔女の家、難易度エクストラ。難易度エクストラ。難しかったです。クリア。トゥルーエンド、やろうかな。やる？やられた。 ああ、やっとできた。めっちゃ死んだ。 はあ、ちょっと、はあ、疲れました、もう。よいしょっと。疲れましたね。よいしょっと。しつこいな。いつまで追いかけてくるの？もうすぐその柄で死んじゃうのに。返して。嫌だよ。この体、どこも痛くないもん。まあ、全く一緒っすね、やっぱり。
じゃあ私にくれたからじゃない。どうして返す必要性があるの？必要性って言ってないんだよね。ね。ビオラちゃん。まあ、あとはここら辺は全部一緒ですね。まあ、読みません。まあ、魔女の家。まあ、前回ノーセーブクリアと、まあ、今回のエクストラ難易度クリアやってみて、まあ、そうですけど、やっぱり面白いですね、このゲームね。まあ、いろんなメディアミックス化されてね。小説とか、漫画とかも出てるんでしたっけ？かなり大ヒットしてる。フリーゲームが、まあ、こういう風に、すごい綺麗な絵としてリメイクされて。ね。すごくね、いいゲームですよ、相変わらず。フリーゲームの方でも、無料ダウンロードできる方でも、まあ、リメイク前ですね。リメイク前の方のやつでも十分楽しいですし、まあ、こういう綺麗なグラフィックになってからでも見るのも、十分楽しかったです。さすがに 何回も言いますけど、エクストラノーセブクリアは僕はやりません 絶対無理です。え？死ねよって言った今。ちょっと違った？ビオラ？え？あんなこと言ったっけ？お父さん。やべえな。日暮らしの泣く頃にのリカちゃまって言った瞬間にリカちゃまにしか見えなくなった。リカちゃまは好きなんですけどね。僕、日暮らし一番好きなのは羽生なんでね。あれなんですけど。なんか違うのか。そうか。お父さんに気づいてもらえなくて。それでようやく死ねたんだね、ビオラちゃん。クスクス？ちょっと違うんだね、エンドが。はい。ということで、まあ、これが真の終わりです。真の終わりではないですけど。ね。まあ、皆さんもね、ぜひやってみるといいと思いますよ、このゲーム。すごい楽しいんでね。どれほど難しいかがよくわかりますよ。僕はもう、何回も見てますし、実際自分でもやったことあるんで、ある程度はびっくりしないですけど、いや、それでもやっぱびっくりするもんはびっくりしますから、ね、ぜひぜひやってみてください。見るのもいいですけど、やってみるのも楽しいです。というわけで、魔女の家、実況、完全に終わろうと思います。じゃあ、次回は何やろうかな。まだ特に何も決めてませんけど、この動画がもし面白ければ、高評価、チャンネル登録、そしてコメント、ぜひぜひお願いします。それではまた、次の、ゲームで会いましょう。んー、じゃあ。